どうも、くまです。シャドーバースの2ピックやっていこうと思います。よろしくお願いします。さあ、次こそ活動はロイヤル超え、来たー。これは左ですね。まあ右かな。まあ左かな。左かな。食いぶれ欲しいけど、こんなの出してる暇ないよね。わ、これフォアジェネ欲しいな。とはいえ不屈とかは外せないっすよね。さあ、これはどっちでもいいかな。まあ、ありと腐んないこっちにしようか。激光は多分刺さらないんで、これは左取りましょう。セージ欲しいですが、まあ左でしょうね。忍者マスターなんていらないから右取りましょう。わ、剣豪欲しいな。てか左クソだな。右取りましょう。アドミラルは絶対にいらない。これは点検欲しいっすね。お味ね。まあ、ちょっとヴァンガードさんも欲しいんで。これは左でしょう。さあ、初ロイヤル2ピック。やっていきましょう。で、ちょっと、さっきまではネクロ2連チャンで、かなりストレスが溜まったので、他ゲームをして、まあ、ストレス発散できたので、また2ピックで、若干のストレスを溜めていこうかなと思ってます。あと、動画が分散されてしまうんですけど、まあ、うまく結合できるソフトを見つけたので、まあ、今後は普通にプレイしながら、まあ、どっか途中で切れるんで、まあ、裏方で、まあ、結合しておきます。なんで、今後は2ピックの動画も1個で出せそうです。さあ、これは1コスはそんなに打ちないんで、まあ、こうすかね。さあ、やっていきましょう。お、相手1コスいる？いない。なんだなんだ。はいはいはい。ファイアリザード。いや、ここはオース出しましょう。どうしよう。行くぞ。隊長、任せてください。まあ、ここはネイビーでもフェンサーでもどっちでもいいかな。まあ、フェンサーで固くしといた方がいいか。全く人使いが荒いんだから。顔面きますね。じゃあフェンサーで。行きますわよ。活路を開く。楽しみを立ってみて。ああ、ファイアドレッド狩ればよかったな。ナイトで。これが私の果てか。うん。悔しくなんか。これは展開ミスりましたね。今、ファイアドレッド狩るべきだよ。どう考えても。2-1 出したところで狩られるだけなんで。あれですが、まあ出しときましょう。プロフェンとかいないんだよね、確か今回。確か来なかったよね、そもそも。砂漠のことなら任せなって。あは。ああ。
いや、勝てんな、やっぱり。まあ、今のは、ちょっと、1手順ミスりましたけど。まあ、1手順ミスっただけだけど。戦況を打開しましょう。隊長、勇気。任せてください。これで決めます。その命を。まあ、ここは左側削っていきましょうか。なあ、ドラゴンウォリアー進化ですかね。これで決める。怪人と化せ。我らの誇りは永遠に。あ、そんな。お、なんかよくわかんないな。ああ、失踪で殺しちゃうのか。あ、てかもうこれどうやっても勝てねえぞ、こんなの。降伏します。まあ素直に降伏しましょう。まあ風呂編とかは引けてないんで、やっぱ展開力で負けますね。なるほど。じゃあ2戦目頑張ってこう。タバコがちょっと今切れてしまってるので、お茶で我慢しようか。やっぱなんか自分のデッキじゃないロイヤルって激使いにくいね。どうぞお覚悟を。パパ、ママ、守ってね。まあ、ノーブルナイトいらないでしょ。まだ。後で引けばいいよ。まあ1コスはネクロいるんじゃない。いないんだっけ。あ、いるよ。まあ、こっちはヴァンガード引けてるんで出しましょう。一番乗りの勲章はいただきだ。うまく2コスのモンスターを引きたいな。さあ、お相手お悩み中です。ワイト、なるほど。2コスは引けないです。これって普通交換するもんなんですかね。なんかそこがわかんない。3コス。ここは展開しときましょう。いいもんだ。お呼びですかい。4コス目展開するか強化するか。なるほど。これは強化して剣を掲げよう。盤面殺しときましょう。仲間がいれば怖くない。魂はデリシャスかしら。なるほど、必殺も。闇に染まった魂って最高よね。我らの騎士団は不滅だ。そうね。
まあユーモータルだしの。我の命を捧げよう。我が忠誠は鋼のごとし。これで決めます。スティールナイト進化で。一気に決める。私の魂デリシャスでしょ。いいんじゃないっすか。さあ次のロッコスの時に何出すかっすね。なるほど。ワイト呪い。あ、これは忍者ルーパー。戦場をかけましょう。まあフェンサー。ワイトだけ除去して、まだまっすぐに行くだろうし、これはまだなんか手札がくるくる回ってる感が若干ありますね。ただ相手進化1残ってるんで、なるほど、守護針と。砂漠のことなら任せて。なるほど。ルナと遊ぼう。で、次7コスなんで、3、2、ずっと一緒よ。3、2か。しかし、誉れだ。まあ、3、4でもいいっすね。3、4でもいい。3、2、1っていけるんだっけ。3、2、1でもいける。3、2、1でいきますか。覚悟はいいですか。だらけていてはダメですわよ。優雅に参りますわよ。日差しきつすぎ。お帰りなさいませ、ご主人様。いざ。いざ尋常に。まあ、なんか出てきましたけど、まあ気にしなくていいんじゃないかな。俺がいる。だからもう恐れるな。行きますわよ。え、動くなよ。怖いよ。よく見ないでくださいね。相手レイさんも倒さないとどうしようもないはずなんですけど。まあなんかいろいろ出してきます。死ぬのは怖くないぜ。打点が若干足りないな。武装強化フォロワーだよね。一応全部出せますけど、3点進化の、3点進化の5点しか入んないから1点足りない、2点足りないのか。あ、でも2点足りないぐらいだったら。祖国のために。砂漠のことなら任せなって。終わらせます。だらけていてはダメです。言うのに参りますよ。見ないでくださいね。こ
これで相手全部盤面排除しなきゃいけないんですけど、どうすかね。相手ちょっと散らしたんですけど、一人でも残ってるとダメ。尋常に悔しくなんかありませんわ。いざしきすぎ。いざ尋常に。あ、勝ちましたね。オッケー。楽しかったな。オッケーオッケー。2戦1勝1敗か。まあ今の試合はすごくデッキがうまくくるくる回ってくれた感じがありましたね。いやマジでタバコ吸いたいな。さあ、いたネクロ。どうぞお覚悟を。パパ、ママ、ルナを守ってね。まあこれはちょっといらないな。天井のなんだこれ。楽曲ってなんだ。ゼロ三とかいらねえな。一コス来い。ああ来ない。まあ、ニコスはクソ微妙なケンタウロスヴァンガードがいるんで、まあいいんですけど。あなたの死が私を強くする。もう遅いよ。まあでもフォロワー来てくれただけで十分だよ。この忍者も私普段使わないんで、あの子たちの声が聞こえる。いまいち使い勝手の良さがわからない。さあ3コス目になって、でまあここは普通にこれ排除していいんじゃない。私の苦しみはあなたにも。さあ戦場からだ、まっすぐに。傲慢なる聖者。ネクロマンス6はまだない、ね。さあここの4コス目は展開して解きましょう。我が忠誠は離れるのか。でこれ盤面削られたら、まあ、フェンサー兵士徴収。削られなかったら、あ削られなかったらフェンサー兵士徴収したかったんですけど、これは全除去っすかね。あ、全除去ですね。誉れだ。そんな。ん？なんか一匹だけ残してもらう。一気に決める。どうしましょうか。オアジェネ出しでもいいか。5なんで。いやこいつを強化する意味ってないよ。忍者エッグで、進化させて、これで決めます。秘伝の忍術、動くなよ。倒す。一気に倒す。で、フォアジネで強化し、いや、今のフェンサー強化か。ん？いや。フェンサー強化しても結局あれか、変わらんか。うん、変わらんな。結局11にしかなんないんで、こいつで殴られて壊されちゃいます。
だったらフォアジェネ取っとくべきだった。まあ次の6はセージ出して11には上げさせてもらえないはずなんで、まあ壊されますね。なるほど。天井使う？フェンサーはあれだし、天井使ってみようか。師団の誇りにかけて。2だけ残る。フェンサー素出しでいくか。いや、それだったらネイビー素出しで。雄大なる海の秩序を守るのだ。砂漠のことなら任せなって。いや、負けですね。これはもう盤面枯れないんで終了というか、まあ普通に殴って終了っすね。なるほど。そうだよな。いや今の別にあれだよな。あいつ出てこなくても終了な気がする。いや、終了じゃないか。終了じゃないね。2点2点の2点だから、6点だ。2点足りずだもん。何が悪かったんだろう。やっぱり負けてる時に進化が足りないんでしょうかね。なんか今の試合も結局進化2回余らして負けてる状態なんで、それだったら全部使い切って負けた方が潔いのか。どうぞ覚悟を。さあまた相手格上ですね。てか基本2ピックは格上としか当たんないですね。同ランクの人と当たったとか、格下と当たったとかってほぼないですね。やっぱ2ピック面白くないんですよ。格上の人じゃないと。てか、上手い人、上級者じゃないと正直面白くないと思いますよ、これ。あ、ごめんなさい。スーピック稼げるって言うけど稼げないし。ヴァンパイアだな。そういえば、そうだそうだ。ヴァンパイア初めてなの、今回。お帰りなさいませ、ご主人様。あ、これ叩いてる。3コスこい。オッケー、フェンサー来た。行きますわよ。甘く見ないでくださいね。3コスか。仲間ってのはいいもんだ。優雅に参りますわよ。甘く見ないでくださいね。時間を過ごしましょう。まあこれは盤面殴ってくるんですかね。申し訳ありません。なるほど。ごちそうがいっぱいじゃない。お前ら、あとはよろしくな。打開しましょう。隊長、任せてください。
これで決めます。この命を惜しむの誇りなき者どもよ。まだ食べ足りないのに。我らの誇りは永遠に。少し本気を出すとしよう。まあこれはジャイアントへ退出願うとしてモンスターが欲しいな。いいっすね。うらら、悲しみを使ってみせる。あるじゃねえか。なるほど。あなたに純白の力を。悲しみを断ってみせる。これは相手2体排除できないと負けですね。ああ、排除できたかな？いや、排除できないんじゃない？あと1コスだよ。1コス出して進化させて殴っても1人じゃない？ああ、接続切れですかね。いやー、格上なのに接続切っちゃうのかなんだそれ。大体接続ってこれどうやって切んの？ゲーム終了させるってこと？私の負けだな。はい、ありがとうございます。当然の結果です。あ、相手もあれかな、2ピックイライラしながらやっちゃうぜか。すごいね、2勝2敗って感じですね。まあ、順当にいけば次敗退でしょうか。でもここは勝利して3連勝飾ってみたいな。今んところ2ピック戦最高は1勝か1勝なんで、まあ2勝で記録は更新したものの、せっかくなら3勝したい。さあ、相手ヴァンパイア格上。どうぞお覚悟を。パパ、ママ、ルナは自分が使うとつまんないヴァンパイア、相手に使われると速攻負けるヴァンパイアですね。まあここは一番乗りの勲章はいただきだ。1コス2コス3コスが揃ってくれと。寂しいの。スペクターか。だったら一人死ぬんで。手柄にしてやる。寂しい。行きますわよ。生きてみせる。
ってくれるんだい。で、4コス目ですね。雄大なる海の秩序を守るのだ。生きてみせる。優雅に参りますわよ。スケルトンファイター、デーモンの発展、行くぞ。場に展開してきました。あなたが恋しい。神速度もめ、突撃あるのみだ。まあほっといていいんじゃないですか。これで決めます。ただ一本の槍となる。貫く。描くなよ。ユーダに参りますよ。さあ、これは椿枯れないんじゃないですかね。あ、なるほど。これはラッキーっすね。これはラッキーっす。好きだらけで。オッケー。今のはマジでラッキー。勝利。当然の結果です。ということで、はい。3勝2敗。まあ、勝ち越しましたね、ロイヤル。なんとか。70ルピーか。なるほど。ルピーも溜まってきたな。まあ、ミッションもいろいろ終わりましたね。ゴブリンプレミアムとか。それでは、ご視聴ありがとうございました。